ルマン24時間レース、ルマン24時間レース、ルマン214時間レースは、フランスのルマン近郊で行われる耐久レースである。24時間でのサーキット周回数を競う主催は、フランス西部自動車クラブ ACO で、世界耐久選手権 WEC の一戦でもある。ルマン24時間耐久レースと記されることもある。 ルマンでは毎年自動車とオートバイの2つの24時間レースが行われているが、香港では自動車による24時間レースについて解説する。1923年に初開催された歴史あるレースの一つで、フォーミュラ1のモナコグランプリとアメリカのインディ500と並び、世界3大レースと呼ばれる。また、デートナ24時間レース、スパーフランコルシャン24時間レースとともに、 世界三大耐久レースとも呼ばれる。そのため、世界中の耐久レースに大きな影響を与えており、ルーマンシリーズ、LMS や世界耐久選手権、WEC の車両規定は、ルーマンのものに準じている。これまでに、レースが中止されたのは、フランス自動車工業界のストライキの影響による1936年と、第二次世界大戦と戦後のフランスの疲弊と、 混乱による1940年から1948年にかけての間だけである。スポーツカーレースに参戦するマニファクチャラー、自動車メーカーとレーシングチームにとってルマンの勝利は非常に名誉なものであり、各チームが最重要レースとして入念な準備をして臨む。しかし、昼夜を通して24時間走り続ける過酷なレース現場では予期せぬトラブルが発生し、 ルマンには魔物が住んでいるとの格言が生まれた。2016年には初優勝を目指してトップを改装していたトヨタのマシンが車両故障のため残り3分でポルシェに逆転された。競技はフランス中部にあるルマン市のサルトサーキットと呼ばれる全長 13km を超える周回コースで行われる。その2、3は普段は一般道で、 レースウィーク中のみ閉鎖される。スタート及びゴール地点とその周辺は競技専用のブガッティサーキットの一部を使用する。なお、オートバイの24時間レースはブガッティサーキットのフルコースで行われる。各コーナーにはテルトルルージュ、ミュルサンヌ、ポルシェカーブ、フォードシケインなどのレース業界で著名な名称がついている。 サルトサーキットの名物といえば、全長 6km に及ぶロングストレート、ユノディエールであったが、マシンの進歩により1988年には、最高速が時速 405km に達するなどした、ため、危険性を低減させるべく1990年に2カ所の試験員が設けられた。参加するだけでも名誉なことであり、世界各国の自動車メーカーや、 レーシングチームからのエントリーが殺到することから、現在は、各年の出場チームは主催者である、フランス西部自動車クラブ、ACO が先行し、エントリーの招待状を送付する。審査は、前年大会の優勝者、FIA 世界耐久選手権、WEC への参戦履歴、ACO の車両規定を採用する、スポーツカー選手権、ヨーロピアン、ルマンシリーズ、アジアン、 ルマンシリーズ、ウェザーテック、スポーツカー選手権における成績などから判断する。また、最大参加台数の55台に加えて、2012年より、近未来の自動車技術に挑戦する車両に対して、カレージ56という商店街の特別枠が用意、されている。2016年は、病で死死を失ったドライバーが選ばれた。 かつては多すぎるエントリー希望者を振い落とすため、テストデーで予備予選が行われた時期もある。また、ルマンに的を絞って、特別に開発したマシンで、ルマンに合わせエントリーしようとするマニファクチャラーがいたため、国際自動車連盟 FIA がルマンを含めた世界スポーツプロトタイプカー選手権 WSPC 前線への参加を義務付けた子もあった。毎年6月に、 一年のうちで最も昼の長い下至の頃に開催される。6月上旬にはサーキットの一般行動部分を閉鎖してテストデーが行われる。レースウィークは日、月曜日にルマン旧市街地のリパブリック広場で一般公開の公式車検を行い、水曜日にフリー走行と公式予選1回目、木曜日に公式予選2.3回目を行う。レース中に 夜間走行があるため予選も深夜近い時間帯に行われるが初夏のルマンは日の入りが22時頃と遅い日没後には気温が下がりタイムアタックに適した時間帯となる金曜日はルマン市内でドライバーズパレードを行う土曜日の午前中にウォームアップ走行を行い午後3時にスタートフラッグが振られレース開始となる 例年、主催者のフランス西部自動車クラブ ACO がスタートフラッグを振る人物を選ぶ。日没後に日曜日を迎え、午前6時に日の出午後3時に栄光のチェッカーフラッグを受ける。1925年大会より用いられたスタート方式はコース幅の片側に競技者を配置し、ドライバーが車両の反対側からコースを渡るよう駆け寄って乗車する。 ルマン式スタートと呼ばれて、他のレースでも採用されたが、シートベルトをきちんと締めないままスタートするドライバーが続出するなど危険であり、事故も多く、初代ミスタールマンこと、ジャッキーイクスは身をもって抗議の意を表明した。1971年は通常のグリッド式スタンディングスタートを採用し、1972年以降は耐久レースでは、 一般的なローリングスタートを採用している。ペースカーはその年度に EU 圏内で新発売された車両が採用される。第1回レースが開催されてから65年目となる1999年には、自国フランスの自動車ではなく、その年デビューしたばかりのベントレー・アルナージが起用された。1923年、第一回目のレースが国際レースか歌いながらほとんど自国の車で、 閉められていたものの、イギリスからエントリーした2台のベントレートベルギーのエクセルジオールによって、かろうじて国際レースとして開催できたことに対する感謝を忘れることなく、形にしたものとして注目された。日本車では、日産がエントリーしていた1990年に、日産、フェアレギ Z300ZX、同じく日産がエントリーしていた1997年に、日産、 スカイライン GT-R PCNR33 が採用された。ピエール・ルベイは1952年にタルボイコール、ラーゴで出走し、23時間にわたって、ステアリングを握りトップを走り続けたが、疲労のためギアを入れ間違えて、エンジンを壊しいタイヤとなった。現在は危険防止のためレギュレーションが変更されており、このような長時間連続運転はできない。 これにより、タナぼた的に優勝、総合1.2位を果たした、メルセデス・ベンツであったが、メルセデスのチーム監督であったアルフレート・ノイ・バウアーは、そのボルベーを、メルセデス・ベンツチームへ昇聘し、1955年に実現する。1955年に発生し、多数の死傷者を出した、この事故は、モータースポーツ界に大きな影響を与えたのみならず、 事故の当事者となった自動車メーカーのその後の経営にも大きな影響を与えることに行った。1955年6月11日18時28分、トップを走っていたジャガーのマイク・ホー・ソーンが周回遅れのオースチン・ヒーレーを抜いた直後に急減速してピットインした。後続オースチン・ヒーレーのドライバー、ランス・マクジンが追突を避けようと進路変更したところへ、 メルセデスベンツを運転するピエール・ルベイが避けきれずに衝突し乗り上げ空中へ飛び上がった。ルベイのメルセデスはグランドスタンド側壁に衝突し車体は分解し炎上、衝撃でエンジンとサスペンションがそのままの勢いで観客席に飛び込み観客、スタッフ、そしてルベイも含めて86人が死亡、約200人が重軽傷という大事故となった。 当時のサーキットには、ピットとコースを遮るピットボールが存在せず、またピットロードも存在していなかった。これは、サルトサーキットにおいても、例外ではなく、ピット前での接触事故は高頻度で起きていたとされる。なお、このレースは、事故後も続行された。たとえどんな惨事が起きようとも、戦い続けるのがスポーツのルールであることが続行の理由であったほか、 レースを中断する時路に着いた観客が、サーキットの周りや周辺道路を塞ぎ救急車が動けなくなるといった事態を防ぐための主催者側の判断によるものであった。皮肉にも優勝者は大惨事のきっかけとなったマイクホーソーンであった。この事故の映像は映画、グレートドライバー、現代本所等で見ることができる。またルベイのチームメートで当時彼の後方を走行。 コクピットからその一部始終を目撃したファンマヌエル・ファンジオはこの映画の中で放送音のピットインが物議をかしたがピット手前360メートルからの減速でルール上問題はなかった。マクリンが放送音を左側から追い越し、さらに別の一台カール・クリングのメルセデスがコース左側からピットに向かって進路を右に変えた結果ルベーが行き場を失い悲劇を招いた。 自分は奇跡的に無傷で現場を通過できたが、背後は地獄だった、と、いわゆる、レーシングアクシデント、特定のドライバーの責任に期しないレース中の、クシデントであったことを模型を用いて解説している。ちなみに、事故後の調査で、ファンジオの乗ったメルセデスの車体に、放送音の乗ったジャガーの塗装がこびりついていたことでごく、わずかに接触していたことが判明し、ファンジオが、突然、 ピットインした放送音のマシンを過労死で回避できたことを証明している。メルセデス・ベンツチームはトップを走行していたが、事故発生の7時間半後、全マシンを呼び戻すと、そのまま危険した。そして、事故の一部始終を目の当たりにしたファンジオは、その多大な精神ショックから、それ以来障害ルマ24時間レースに姿を見せることはなかった。 事故の10分後には大破したマシンの残骸をメルセデスのスタッフが必死になって回収していたことが確認され、これに関して、後にニトロメータンなど特殊な添加剤を用いていたのではないかと、事故の原因とはならない規定違反を疑う声があったが、これについてメルセデスのファンジオはあんな元らしい車にそんなものいらないよと洗い飛ばし、アルトルケザーは 燃料噴射システムの秘密を知られないためという趣旨の発言をしている。モータースポーツの安全性という点に大きな疑問を投げかけた。この事故の影響は非常に大きく後に開かれる予定だったスペインと西ドイツのグランプリレースは中止。フランス、イタリアでも政府の許可が出るまでモータースポーツは開催されず、スイスに至ってはレースそのものが禁止されたなど全世界に 大きな影響を残している。F1 も例外ではなく、1955年は主催者がキャンセルするなどして参戦も中止になっているが、その後のモータースポーツ全体での安全性向上の礎にもなっている。メルセデス・ベンツ自体も、1985年のルマン24時間レースにザウバー C8 にて復帰するまで、実に30年にわたりルマンヒーテは、 ウォータースポーツから姿を消すこととなった。なおこの事故の詳細を記した書籍として、死のレース1955年ルマンが存在する。事故から20年後に、事故の当事者の一人であるランス・マクリンが、著者に電話で初めて明かした事実の他に、写真や関係者の証言を含めた事故の詳細、当事者であるマクリン、放送音、ジャガーそれぞれの人物像やレース後のそれぞれの動向が、 表されている。1999年のレースにおいても、メルセデス・ベンツは、前年たった2時間で全滅した屈辱を晴らすために、投入した AM、AMG メルセデス CLR が、予選、フリー走行、そして決勝と3度にわたって、宙を舞う事態に見舞われ、1955年の悪夢、再びかと騒がれた。明らかに、マシンの空力上の問題点から起きた事故である。 ことから、これ以上の走行は危険と判断され、この時もメルセデスはそのままルマンから去った。事故の当事者の一人であったランス・マクリンは、その後モータースポーツの世界を離れて、カーディーラーとなったが、2002年にこの世を去っている。1960年から1963年のルマン24時間レースに連勝するなど、1960年代、 初頭のスポーツカーレースで最強の座に君臨していた。フェラーリは、モータースポーツへの過剰投資や、当時イタリア北部で勢力を増していた、イタリア共産党などの左翼政党が講演した、老子紛争とそれがもたらした、ストライキ。さらにフェラーリの妻のラウラによる現場への介入により、1961年11月には、カルロキティラ主要メンバーによるクーデターが勃発し、キティア、 ジオット・ビッザリーニラ役員8名が去るなどの事件が起きたことも影響し、経営が苦境に陥った。その後1963年に、スポーツカーレースでの活躍を望んでいた、ヘンリー・フォード2世率いるフォードが買収することになり、マラネットの本社で契約の直前までこぎつけた。しかし、モータースポーツ部門を引き続き統括したかった、エンツオ・オフェラーリが突如これを破棄した。 なおこの背景には、フェラーリを外国の企業に渡したくなかったフィアットグループのップのジャンニアニエッリの意向も影響していたと言われる。これに起こったヘンリー・フォード2世がフェラーリを破ることを目指して、当時モータースポーツ史上最高額とも言われるほどの多額の投資をし GT40 を開発し、アメリカ国内の選手権で経験を積みつつ、1964年に ルマン24時間レースに参戦した。しかし、マウロ・フォルギエリが、ルマン向けに開発した、マシン、250LM、275P に対し、ノウハウがないフォードは苦戦し、連敗を喫した。しかし、キャロル・シェルビー率いる、シェルビー・アメリカンの助けを借りマシンを完了し、さらに、フィル・ヒルやボブ・ボン・デュラント、マリオ・アンドレティや、デイビッド・ホップス、 ダンガーニーなどの経験豊富なドライバーを用して6台もの大量エントリーをすることで1966年に初優勝を飾った。その後フェラーリは F1 に集中し、以降数年間はフォードが連勝することになる。なおその後2社もに撤退したが、現在フェラーリは LMGTE に参戦するプライベートチームへのマシンの提供という形で、フォードは LMGTE に ワークスとして復帰している。ユノディエールは、以前 6km に及ぶ直線であり、時速 300km で走っても1分以上かかった。最高速度が時速 400km に近づき45秒ほどで、走りきる車両が登場したが、非常に長い時間アクセルを踏みっぱなしにして、猛烈なスピードで駆け抜けることになり、特に夜間は、自社の全消灯だけが頼りとなる。 初めて走行すると永遠に続くのではないかと思われるほど長く感じられ非常に勇気が必要で異次元に迷い込んでしまうのではないかという錯覚に陥るという日本チームとして最初に参戦したシグマオートモーティブ後のサードの監督として赴いた加藤真は走行車両を見てマシンが悲鳴を上げているように思え日本人ドライバーには事前に見せない方が無難では ないかという印象を持ったほどであった。WM セカティバップ上は成績よりもこのユノディエールの直線における最高速度に命を懸けており、1986年に時速 407km の公式記録を残している。しかし実際には計測されていないだけで時速 400km を超えていたマシンが数多くあったと言われており、1989年には 決勝走行中に、メルセデス・ベンツのザウバー C 級が時速 400km を記録した。国際自動車スポーツ連盟、フィザ、後の国際自動車連盟は、安全性の観点から 2km 以上の直線を認めない胸ルールを作成し、ユノディエールを分割するよう圧力をかけた。フランス西部自動車クラブはこれこそ、ルマンの特徴である胸主張し1989年は、 スポーツカーシリーズから外れて対抗したが、フィザは命令に従わなければ国際格式レースとして認めない旨通告した。そのままではフランス国外からの参加ができなくなるため試験員を2つ挿入するコース回収がなされたが、工事完成は1990年のレース直前となり、2ヶ月前にフィザのコース査察を受けなければならなかったため、1990年も スポーツカーシリーズからは外れることとなった。地元でもあり、第一回の1923年にシェナールウォルカーが総合優勝したのを含め初期には有力であった。ルマンに初めて日本の自動車メーカーのエンジンが登場したのは先進国の主要自動車生産国としては最も遅い1970年である。マシンはリーバイスレーシングがシェブロン b 十六に マツダ製1アンペア型ロータリーエンジンを搭載したものだった。1970年代は排気ガス規制対策やオイルショックによって自動車メーカーのレース活動が停滞しており、シグマオートモーティブやドームなどのプライベーターたちの地道な活動からルーマンへの挑戦が始まった。1980年代以降は、マツダや日産自動車、トヨタ自動車、 本田技研工業などがワークス、ン、ワークスチームで参戦したが、総合優勝したのは1991年の松田と2018年のトヨタだけである。海外メーカー車を使用する日本チームや日本人ドライバーも優勝している。2018年ついにトヨタ画像レイシングの中島、和隆が日本チーム、日本車というオールジャパンチームで総合優勝を負った。日本では、 株式会社マクランサ代表の林誠司、株式会社ドーム代表の林実のるの実定の企画により、1979年に TBS による2時間番組、ルマンエー,コーへの24時間が全国放送された。同じく林誠司の企画、プロデュースにより1982年から1986年までテレビ朝日がダイジェスト版を放送し、 同局が1987年から2003年まで中継を行っていた。2004年と2005年は CS 放送のスカイパーフェク TV でレース前後を含めた25時間間全勝中継、スポーツ ISPN、あとの J スポーツ e s p n でも部分的に中継を行っていた。 2006年から2008年まではテレビ生中継は行われず CS 放送の G でダイジェスト版が放送された。2012年以降は BS スポーツ専門チャンネルの J スポーツがスタートから8時間とゴールまでの6時の計14時間の生中継を実施。さらに2017年には念願だった完全生中継を25時間30分にわたって実施されることになった。 また、J スポーツの契約者向けにスカバー、オンデマンドでの24時間ライブシを実施。2012年からは、日経 CNBC が現地取材元にした特別番組を放送。現地取材へは、谷中マリーが出向いている。毎年原則として、スタート直前の日本時間土曜22時59分、現地時間15時59分フォーメーションラップが、 メゾンブランツェに到達する頃放送開始、放送開始と同時に出場する全マシンのスターインググリッドがテロップで紹介され、スタートから2週ほどした後、オープニングと提供クレジット、日本時間日曜0時頃にニュースなどによる中断を挟み、以降日本時間翌朝5時まで、年によっては4時までの場合もあった放送。日曜午後にも1時間半ほど放送、2003年は、 放送されず、ここまでが生中継。ゴールは、ディレイ録画で、日本時間日曜23時に放送開始し、1時間半ほど中継、合計約9時間にも及ぶ、長時間中継であった。なおサッカー、欧州選手権開催年には、スタート、ゴールが現地時間15時と1時間早まるため、日本でのスタート時の放送は録画であった。日本時間土曜23時の放送開始で、 録画のためスタート進行はダミーグリッドからフォーメーションラップがスタートする場面から放送が開始された。それぞれの時間帯がパートで分けられており、それに沿って実況するアナウンサーは交代していた。競合する同業者が同じ番組を提供するということは、当時の広告業界ではタブーとされていたが、非常に長時間に及ぶ。 この番組を成立させるためには競合する自動車メーカーやタイヤメーカーの協力が必要不可欠であった。企画書の林正氏が各メーカーを説得して回り、日本で初めて競合者が提供する番組が誕生した。1987から1989年はタイアップ曲ではないオープニングに曲名、アーティスト名の表示がない。 また1987から1988年は、提供スポンサー紹介時はテレビ朝日スポーツテーマが流れた。1990年、1991年に2年間、文化放送で中継された。映画。ドラマ。レーザーディスク、ビデオソフト、LP。VHD、CD、小説、漫画。 ゲーム。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。